ニューヨークさんゲーミングの動画を視聴する際は iPhone の音量を少し上げましょう。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ニューヨークさん HM でございます。初めての方はじめまして。さあ今回はですね、なんとですね、あのスナイパーライフルの地雷がね少ないということをね、ちょっとねインポだじゃなくて失礼、IMP だったらね少ないということをね聞いたんでやっていきたいと思います。なんだこれ、ナイフからの死体チャフト、恐ろしいな。ちょっと待って、音がうるさいな。これぐらいでいいかな。ナイファーが一人いるからちょっと気をつけて立ち回らないとな。で走り方が相変わらず不気味ですね。であのミスってしかも6倍じゃなくて10倍つけてきて 10倍つけてきてしまったんですよ。私なんでわしの位置分かったよと思ったら、あれですね、サプレッサーついてないからですね。あ本当に地雷少ねえ、確かに。IMP、そう。間違えて別の単語を3文字言ってしまいそうだ。はい、地雷少ない。いいですね。しかも銃声かっこいいですね。あ、下で。どっかからグリフト、あ、こっちか。逃した。逃したでござる。待って、いや、待って、やばい、いる。ちょっと待って、一回リロードした。ほっ、とう。あ、外した。あ、やばい、裏来てた、その前に。ちょっと待って。よしよし、これでいこう。ちょっと待って、なんで間違えて10倍持ってきたんだろう、わしわしで。あ、やばい、切られちゃった。あー、ちょっと。ほっ、あー、マジだ。待って、一回下がっとくか。おー、プレイ。え、あ、痛いね、今。おー、プレイ。おー、びっくりした。多分こっち来るな。ほっ、よーし、え、チロク少ねえな、確かに。いいっすね。やっぱタンスだっていうか、スナイパーライフルはね、チロクが少なくてね、なんぼな。あ、ちょ、見ちゃったよ、今の僕。今の 100% チロクでしょ。ちょっとここにリス、奥さんはね、ちょっと中奥にリスしちゃったら、ちょっとうまい、出れないんですよね、そう、困った話。ちょっとデコい邪魔。にゅ。いやー、でも10倍やっぱドラッグしやすいですね、なんだかんだ言って10倍のスコープ。やっぱスナイパーライフルって言ったらタンスナですよね、ボルトアクション。そうですよ、コッキングある。ほっ、よーし、いいね。チラグが少ないとこんなにも当たる。あひー。いやー、でもね、やっぱ、これですよ、これ。ホッキング遅いって言ってもね、奥さんはね、そう、バレットの形が好きなんですよ。もともとね、この IMP で使いたかったんですよ、形が好きで。でもね、ホッキング遅くてちょっと断念しとったんですけど、まさかね、このタイミングでこうやってね、よく、お世話になるとは思いませんでした。あれ？エニスって反射弾丸じゃなかったっけ？あれ？いやー、いいですね、やっぱり。こうやって使ってると楽しいです、タンスナ。はい。ほっ、まずワンキル。また、もうあったら。ほっ、あ、外した。ナイフ中じゃないか、ラッキー。待て、裏からエニシが来てる。待て、逃げる。せっかくだし、この人倒そう。いただき。で、テラシャはやばい。相当やばいから、とりあえず一人殺して、あ、リロード終わってなかった。終わった。あ、マジだ！ごめんな、チャイナドレッシング。ドレッシングって違うんか、ドレスじゃねえ。やばい、来た。あれ？おお、茶粉もらった。どこ、どっから撃てんの？あ、よいしょ、うまい。うまいってようか、こんね。ちょ、待って、グレめっちゃ飛んでくる。そっちか。トイヤー外した。ん？こっちか。どっちだ。トウ！よーし、いいね。いや、ほんと、チラク少ない。え？てか、チラク今のとこ1回だけじゃないかな。あ、いいね。IMP いいな、マジで。もう形がマジで、奥さん一番好きなんですよ、あのスナイパーの中で。アレスク、もう正直言ってあんま形が好きじゃないんですよね。足遅いですし。やべ、クソイム。バレットはいいですよね、やっぱ形が好きです、とっても、奥さん。もうね、バレット最高、やっぱ形がかっこいい。で、やっぱちょっとミスったのが、10倍間違えてスコープつけてきたことかな、問題は。うん。いやー、やっぱね、まだ散らかがないとストレスがたまらない。最高ですもん、ほんとに。ちょっとリロードしておこう。多分中奥から来るな、これ。いや、違う、右側だ。ちょっと前で言うか。お、よーし、いいね。ほんと散らかない。ストレスがたまりませんね、これもう。こっちか。お、よーし、いいね。あー、ちょ、HUD が効かない。待て、どっちだ、どっちから来る。こっちか。あ、そうだ。ごめんな。裏取ってすまない。え、待って、裏来てね。あー、やべ。にして反射じゃなかったっけ ?100%? え、嘘。ダメージ入るの一発で。いや、それにしてもこの迷彩欲しかったな、わしも。奥さんが高台に乗っちゃうとどうなるかって、無双モードですよ。あー、やる？なんで一発もあった？あ、一発しか入らなかった。相当なクソイムだ。よし、オッケー。今ダメージが入るとか入らないじゃなくて、もうスナイパーのね、やっぱ弾がしっかりね、当たるってことはもう感激ですよ、僕的に。あーやべ、反射だ。とう。で、僕的に、ね、正直言ってブラスキル狙ってないんですよ。普通のね、スナイパーとしてやっぱね、胴体っていうか、ちゃんとね、体の部分バチコーンって当てないと、やっぱり、それがね、爽快というか、
なんと言いますかね、あ、こっち来るな。じゃあよし、 OK。 やっぱブラストキルっていうのがなんかダサいんですよね、まず。あー、やべ、ほ、やーべ、外すぎだ。あー、やべ、降りちゃった。やべ、やべ、やべ、あ、ばばばば、あ、でもラッキー、案外、案外、案外じゃなかった、安牌だ。待って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 、いろんなところから狙われてる。ちょっと待って、ストップ。待って待って、こっちからも来てる。やばい、ほっ、やばい、走った。あ、でも確かにコッキング遅いかも。ちょっと待って、コッキング遅い、重た。コッキング遅いとかどうでもいいんですよ、正直。大切なのはちゃんとダメラグがなく当たること。そう、それです。あ、おったな、気づいてないな、この人。いやー、見事な立ち回り見せてきますね、奥さん。やべ、グレ来た。いや、また本当、あの、待って、あの移動、あの HUD は効かない、あのバグ直してほしい。あの移動、移動なんかいけない、クイッて、あの、ほっ、よーし。あー、やべやべ、弾が出発しかないんか。いや、でもバレットいいね、かっこいいな。やっぱりこれがザ・スナイパーって感じ。これ SAO でいうなんかシノンだけど、まあこれは MC の奥さん。あー、ちょ、余計なこと言って、ちょっと話しましょう、話しましょう、ちょっと待って、ちょ、あっぶれ。で、待ってね、そろそろ裏来てもおかしくないから、やっぱり裏いたけど、しっかり OK、 うまっ。はい、というわけでね、今回はね、バレットごと、いや、あの、IMP の方を使っていきました。というわけでね、記録は30キロ5です。というわけでね、やっぱスナイパーといったらタンスターですよね。ちょっと BSW とアレスクちょっと卒業して、これからバレット使おうかな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。なんかこうちぎっとるけどさ、こんな感じで。Twitter、ニューヨークさん、高評価、コメントお願いします。また明日の7時に。それでは。